サンタ・エウラリア大聖堂サンタ・クレウィ・サンタ・エウラリア大聖堂はスペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナにあるカトリック教会の教会建築バルセロナ市民からは単にラセウと呼ばれるバルセロナ大使教座が置かれている大聖堂平面図1プリンシパル門2サンユーモン3ピエタ門4サンタ・エウラリア門5サンタ・リュシア門かつてこの場所には原始キリスト教の教会があった この建物は西五島国時代にも使われた。教会最古の遺跡部分は現在バルセロナ市、歴史博物館に保存されている。986年、アルマンスールによるバルセロナ占領で、教会は破壊された。1058年、ロマネスク様式に建て替えられた。現在の建物は、バルセロナ博ジャウマ2世時代の1298年に建設が始まり、 およそ150年後に完成したゴシック様式建築である。聖十字架及びバルセロナの守護聖人である聖エウラリアに建造された。聖エウラリアの以外は当時のバルセロナ市教フロドイによって地下納骨堂に埋葬された。ファサードは1888年のバルセロナ万博に備え改装されたネオゴシック様式である。本堂と回廊は 完全に同じ様式で統一されている。最長部で90メートル、横が40メートルある。本堂と5つの側廊の高さが等しく、交差楼は先端が短い。大聖堂内の回廊では、13歳で殉教した聖、エウナリアにちなみ、13羽の白い岩が飼われている。ありがとうございます。